しばらくね、動画上げてなかったんですけども、せっかく裁判があったので、それについて動画で説明しようと思いますえ。昨日、埼玉県の埼玉地裁で解放同盟と私の裁判があったんですね。埼玉の解放同盟から私が訴えられた件です。で、それでね、ちょっと分かってきたんですけども、なんで埼玉の解放同盟が訴えたかと。それは解放同盟にとって隠したいものがあるんですよ、埼玉で。絶対守りたいものがあるんです。 でそれについてはまた後で説明するとして、とりあえずね、裁判の様子を説明するとですね、まあ、私、あの埼玉地裁に行ったんですよ。そしたらね、もうすごかったです、もう、あの、まあ、100何人か、まあそのぐらいね、100人以上いたと思うから、解放同盟関係者がずっとね、並んでましたよ。 100人いたのかなどうかなでも、100人近くいた、と思う。で、それで、もう、裁判所のね、あの、警備員がたくさんいるんですよ。それもね、なんか一人、なんかちょっと、いかにもこう、こう、腕っぷしのよさそう、良さそうな人もいてですね。 なんかもう本当厳重警備な感じなんですね。で僕はあの裁判所に入るとまあちょっとあのあの並んでる様子ね、傍聴権を取りに解放同盟感じでは並んでる様子をちょっとねあのスマホで撮ってみたらあのなんか消さ消されましたね。あのかあの裁判所の職員に止められてでそれで、えー、僕は裁判所の中に入ってそれで、えー、法廷まで行ったわけですね。でそこで。えー に入ったわけですあの東京地裁の時は、あの一度初期官室に行ってですね、それで法廷まで案内されたんだけども、まあ、埼玉地裁の場合も、まあ、電話がかかってきてね、なんか一度初期官室に来ませんかみたいなことをやんわりと言われたんだけども、断ったんです。もう直接行きますよって言って法廷に。で、それで直接行ったんですね。で、それで、まあ、しばらくすると、こうゾロ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 と解放同盟の、あの、 関係者だと思いますね、ほとんどは。というか、まあ、ほとんど全部でしょうね。あの、傍聴で当たった人が入ってくるんですね。で、最初ね、裁判所の外の廊下に警備員がね、4、5人いたかな。で、それが、あの、中にね、あの傍聴人が入ってくると、まあ、あの、その周りをですね、警備員がね、5人ぐらいこうぐるりと取り囲むわけです。それで、で、裁判所の職員から、そのまあ、撮影録音禁止ですと。 で、拍手とかね、あの、声立てたりすると、あの、退廷させることもありますよって注意があって、それで、えー、裁判官が入ってきて、まあ、起立して、で、裁判が始まるわけです。まあ、もう、ピリピリした雰囲気ですね。まあ、あの、まあ、大体想像がつくと思います。本当にね、もう、動画が絡むと、ピリピリするんですよ。で、それで、まあ、そこでね、あの、書面を渡されました、あの、意見陳述書です。で、今回もね、なんか、 解放同盟の関係者が延々と演説するのかなと思ったんだけども、まあ実は今回、まあ2回目の口頭弁論なんですね。え、第1回っていうのが実は3月13日にすでにあったんだけども、まあ、民事訴訟って訴えられた側って、あの最初の口頭弁論ってね、犠牲陳述って言って、書面だけ出してそれで陳述したことにするってことができるんで、えー、最初は出なかったんですね。で、その時になんかその、あの、 ま、被告。私がいない法廷で、えー、解放同盟の人が、多分その、この、なんか、あの、意見書を読み上げてたんですね。まあ、その内容が、その書面として私に渡されて、で、その後ですね。まあ、その後はもう型通りです。何もそんな面白いこと何もなかったです。ただ、型通りに書面の提出内容、ま、いろいろ確認して、それでこちらも答弁書を出しました。あと証拠提出しました。それで、えー、まあ、次回期日、えー、9月、 8日までに、まあ、双方の書面を出してですね、で、9月18日に、また埼玉地裁で裁判が開かれるっていう、そういう手はずになりました。で、えー、まあ、解放同盟側は、まあ、まあ、要求っていうのは、その、私の、あの、 まあ、あのクルワクエスト記事ですね。あの、自転車の記事を消せっていうことなんです。まあ、もちろんこちらとしてはもう消さないので、それは応じないと。で、まあ、とにかく埼玉県内の記事を消させたい、消させたいっていうんですね。ただ、その原告っていうのは、あの、熊谷の人なんですね。だけど、その熊谷だけじゃなくて、その、その、ブラック解放同盟として埼玉県全体を、まあ、消させたいっていうことなんですよね。だから、そのあたりのね、 あの根拠がちょっと薄弱なんじゃないか。なんで埼玉県なんだと。なんかこう解放同盟っていうのはなんかこう埼玉県を縄張りにするなんか頭みたいなものなのかっていうことになると思うんだけども、そのあたりがね、ちょっとまだあまり。 こう、ふわっとというか、あまり向こうは説明できてないような感じがしましたね。で、書面、自転車にあの載せてますんで、えー、ぜひちょっとょその書面をご覧になったらいかがかと思います。一応概要はね、あの、自転車のね、サイトにね、なんかチャット GPT かなんかで要約したのを載せときますので、えー、それを読んで判断していただければと思います。で、それでですね、で、じゃあなんで解放同盟はね、埼玉の解放同盟が、 私を訴えてきたのか。まあ、あの、クルワクエストはいろんなところ全国を回ってるんで、まあ、どこが訴えてくるっていうのはもうあり得るんですよね。ただ、埼玉に関してはもうこ、こんだけ、むちゃくちゃこう法廷に動員をかけて、ここまで大掛かりやってくるっていうのは、まあ、まずそういう大掛かりなことができるっていうことと、あの、守りたいもの、隠したいものっていうのがあるんです。で、それで、 まあこうやって訴えられたんだけども、当然僕は屈するつもりはないですね。あの、裁判の前に熊谷行ってきました、ぶっちゃけ。熊谷とあと行田に行ってきたかな。で、そこで僕はいろいろね、聞いてみたんですよ、地元の事情を。で、そこで聞いたのがですよ。えー、あそこはね、ブラック解放、愛する会と、ブラック解放同盟があるんですよ。で、それでね、あのー、まあ、もも前に、 今はやめたんだけどもあの愛する会に入ってたって言ってたかななんかじいさんから聞いたんだけどもあのねもう今から15年ぐらい前かなまあ2000年代初頭ですよそのぐらいまでそのまあ差別糾団ってやってたんですよ愛する会も解放同盟も。でそれがあのなんかこう旗を持ってねあの差別者の家に押しかけてこう家を取り囲むっていうまさにね あの本当本当ザ・童話っていうかまあ童話の悪いイメージそのまんまのことをやってたとでそれでえー、それまあ自分も出たことがあるよって言ってそれで日当4,000円だったって言うんですよ4,000円もらえたって言ってでそれで泊まりがけだと1万円もらえたとああなるほどとこれが熊谷ルールなんだとえー、っとね、まあ、熊谷にね情報公開請求した時に 実はあの、まあ、X とかでねちょっとバズったんだけどもあの安,倍安倍元首相ねあの亡くなったんだけどあの国葬の反対デモっていうのがあったでしょ都内でえ国会議事堂の前だったかなそこにブラック解放同盟が、えー、その反対デモのデモする人を2人かな少なくとも2人派遣してたんですよそれで日当4000円プラス熊谷からの往復の交通費が出てたんですね で、その原資は、あの、熊谷市の補助金ですと。もう税金で日当と交通費出して、あの派遣してるんですよ。で、その日当が4000円と。これ、熊谷の相場なんですよ、4000円って。昔からそうなんですよ、もう。何十年も前から。あの、デモだとか、そういう球団とかそういうのに出ると、一回出ると4000円って、もうそれが当たり前のルールなんですよ。で、そういうことを、まあ税金から出すなんてとんでもないことだと思うんだけども、もう熊谷のね、童話団体の間では、それが常識なんですよ。 だから税金使って政治運動して、そうやって役所だとか企業とか、さらには個人に圧力をかけてたわけですよ。だから、そのことが明るみになるっていうのが嫌なわけなんですよ。だから、僕はよくよくこう埼玉の部落を調べると、そういうことが分かってきたとで。僕は行田にも行ったんだけども、行田でも聞いていましたよ。で、そこでもう、それはね、元解放同盟の人でした。元解放同盟のじいさんから聞いたんだけども、 あの、なんか熊谷のあたりだとね、日東4000円でそういうあの、球団って言って人の家取り囲むようなことをやってたのって本当ですかって言ったら本当本当って言うんですよ。なんかそう、あのあたりの部落じゃもう常識だとそういうことをやってたっていうのが。ただそのじいさんはもう恥ずかしいからやめたって言ってましたね。解放同盟だったけど、もう恥ずかしいからやめたって言って。で、で、そういうことをやってたのが2000、まあだから15年前っていうことは、 2010年、まあ、震災よりちょっと前ぐらいそのぐらいなんかねリーマンショックのあった頃ですね、まあ、不景気になってお金が出なくなったからその辺りからもうやめたっていうふうに言ってたんでまあでも少なくともその,その頃まではやってたしでもつい最近でもですね令和になってもその安倍国葬反対デモとかに日当が出てるっていうことは、まあ、今でもやるところはやってるっていうことですよあとあのバス旅行もありましたよねあのバス旅行。 バス,バスにそのお金が出てるんですこれも自転車でやったんですけどもう下にまあアドレス貼っときますよ、うんうん、そのなんか草その部落からバスが出て草津温泉でその学習会をやったとか言ってましたよ2時間ぐらいまあ2時間っていうことはまあまあ残りの時間は温泉旅行なんでしょうねその愛する会でバスが出てそういうことをやってたとでで まあ、それでね、熊谷にはね、そのでっかい建物があるんですよ。なんか、地元の人はビルジングって言ってましたけども、あの、解放同盟の派手な建物、でっかい建物があるんです、熊谷に。だから、そういう原資っていうのは、税金を使って、その、まあ、あの、まあ、企業だとか、個人を脅したりとか、まあ、そういうことをやって、あの、ビルジングはできてるわけです。だから、だからね、その、 その動員するそのリソースっていうのはそういうことなんです。動員、動員するためのその資金とかそういうものっていうのはそういうところから出てて、で、ここまで必死なのは守りたいわけですよ。あの、熊谷のあの補助金絶対止められたくないわけですよ。ね。熊谷ってあそこ人口20万人もいかないんじゃないかな。そこであれだけ、あの、そうですね。全体で1000万以上出てますからね。まあ、それでも昔に比べれば、比べれば減ったんだと思いますよね。 減ったんだと思いますよね。昔はもっと出てたと思いますよ。だからそれを絶対に止められたくないんでしょ、あのお金を。だから、必死なんだと思います。だからこうやってもう裁判を、で提訴された以上は、じゃあこれで僕は辞めるっていうことはもうなおさらできないと思いますね。ここまで向こうが必死っていうことは、他にもなんかあるんじゃないですかね、熊谷は。だから、僕は裁判官にね、これリモートでできませんかって言ったんですよ。 あの、裁判ね。今最近テレビ会議なんかできるから、そしたら裁判官、なんかね、いや、ちょっとその傍聴人とかのこともあるんで、こちらでやりますって直接やりますって言うんで。だからまあ、あの、9月になったらまた埼玉行かないといけないし、まあそうでなくてもね、どっちにしろね、僕は埼玉なんかあると思います。他にもなんか色々あると思います絶対に。絶対なんかあります。あそこまでして守りたいものがあるんですよ。 まあ実際ね、もうそのいくつかっていうのはもう見つかってるし。ということで皆さんね、埼玉にね、えー、これからは、あの、注目した方がいいと思います。ということで裁判の報告と、あの、裁判の童話事情、童話事料についてでした。